大西隆史藩は日本の男子バスケットボール選手である。兵庫県加古川市出身。ポジションはパワーフォワード。身長195センチメートル、体重100キログラム。2005年にパナソニックトライアンズに入部。2013年からは東芝ブレイブサンダース神奈川に移籍し、2015から16シーズンを最後に引退した。両小中学校。 育英高校を経て日本体育大学に進学。インカレを経験する一方、ユニバーシアード日本代表に選出される。日本体育大学グリーズリー2005年キャプテン。卒業後、松下電機に入社。2006年バスケットボール世界選手権の日本代表候補に選ばれた。2007年にはユニバーシアード代表に選出される。2010年、 日体大で同期だった元三菱電機コアラーズの松尾香菜と結婚。パナソニックの2013年限りでのキューブを受け、東芝ブレイブサンダース神奈川に移籍。2013から2014シーズン、ベンチメンバーとして、鎌田優也と共に、ニック・ファジー・カスの交代要員として、8年ぶりのリーグ優勝に貢献した。 2015から16シーズン終了後の2016年7月12日、チームは大西の引退を発表。大西は車業に専念するとコメントした。ありがとうございます。